頑張ってバルセロナオリンピックへ行こう。最高か。レッツゴーファースト。パリ郊外、バンセンヌの静かな森に吉田芳雄さんの鋭い声が飛んだ。1992年のバルセロナオリンピックで野球が正式種目に選ばれた。フランスの野球関係者が選手強化に乗り出した。そして去年たまたまフランスを訪れた吉田さんに技術指導を申し出た。彼らの強い意気込みに押されての吉田総監督実現となったのです。やはり好きであって、もう本当にもう何て言いますかね、強くなりたい、上手くなりたいというのがね、これ肌で感じますね、やっていまして、昭和60年11月2日西武を相手にしての日本シリーズ第6戦、最後の打者伊藤がピッチャーゴロに倒れ、阪神の日本一が決まった。小さな吉田監督の体が2度、そして3度と所沢の雲一つない焼き晴れに舞い上がった。監督就任1年目にしての快挙である。昭和60年、1985年だったですかね、まあ一丸挑戦で打って打って打ちまくって、勝ててですね、まあ、我々もですけど、ファンの方が非常に喜んでいただいたことが印象に残っておりますね。あの時のですね、はい、涙のグランド一周、あれが記憶に残ってるんですが、あの時はどうですか。そうですね、まあ、やはり冥利に尽きるというのがもう本当の心境ですね、はい。あの感激の胴上げからわずか2年後、阪神は球団史上最低の勝率でシーズンを終えた。監督就任3年間で吉田監督は栄光と挫折を味わった。潔く会社の意向を受け止めまして退団させていただきます。シーズン中から非常に苦戦をしましたからね、まあ、長くて辛くて苦しい1年であったですね、まあ、勝負の世界というのは勝者があれば敗者があるということで、まあ、そういう意味ではこれはもう勝負の掟の、常ですからね、まあ、自分としてはいい経験をしたと、そう受け止めております。この年の解任、はいはい、気持ちの上で辛かったんじゃないでしょうか。はい、まあ確かに辛かったですがね。バルセロナオリンピックの正式種目決定からヨーロッパでも野球熱は高まってきた。実力的には一歩リードしているのがイタリア、オランダ、ベルギーで、これに続くのが西ドイツ、フランスなど。フランスには200のクラブチームがあり、野球人口はおよそ1万2000人。吉田監督はフランス最強のクラブチームのユニフォームを着てバルセロナオリンピックを目指すことになった。アメリカと日本は野球先進国ですから、そうしたこのフランスも含めて野球後進国をね、どん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 やはり力になりですね、そして世界で野球を普及さすということが夢であり、またそうあるべきだと、また日本のプロ野球人もですね、どん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 そういうことをしてほしいと思いますね。一応天国も知り地獄も知っておりますんでね、やはり私の根底にはやはり選手をね育てたいと、もう本当に個性あふれる選手を育てたいと、勝敗は別にしてですね、そういう監督になりたいと思いますね、はい。パリ・ユニベルシテクラブの選手の平均年齢は25、6歳。仕事が終わった後三々午後集まり、週 2,3 回の練習に汗を流す。技術はまだまだ未熟です。しかし力があり肩も強い、そして才能もある、そう話す吉田総監督の表情は明るかった。非常に歓迎って言いますかね、こうして歓待をしてくれましてね、日仏その親善って言いますかね、そういう意味では非常にこう和やかで、野球もさることながら私にとっては非常に意義のあるこの何て言いますか、交流だと思っております。吉田総監督は日本から持参したプロ野球ニュースの VTR を選手に見せた。
サッカーやテニスでは先進国のフランスでも、こと野球に関しては非常に遅れている。普段見ることのない日本のプロ野球のレベルの高さに一様に驚きの眼差しを見せた。C'est super. C'est magnifique. いや、本当に驚くほど素晴らしいと思いますね。日本とはレベルが違いますよ。ずっと日本の方が上です。フランスのレベルはまだまだ低いですからね。あ、でも1992年のバルセロナオリンピックを目指して今練習してますし、レベルアップを図ろうと思っています。全く、まあ、レベルが違いますよね。僕たちのレベルが地上とすると、日本の野球は全く遥か上、天国のレベルだと思います。今ムシ吉田がプレーしているところをビデオで見たんですが、現役時代も偉大なプレーヤーだったことが分かりました。本当に素晴らしい。そして監督としての腕前も素晴らしいですね。フランスへ来ても選手に良いアドバイスをしてくれていて、選手とのコミュニケーションもうまくいってます。この間の練習試合でもすごくうまくいきました。僕たちも吉田監督に教えてもらって、もっともっと上手くなりたいですね。野球で面白いのはやはりバッティングです。特にうまくヒットが打てたときは最高に興奮します。私はピッチャーですが、塁上にランナーを背負っている時のあのプレッシャーが何とも答えられない快感です。そんな緊張感が張り詰めている時の方がかえって最高のプレーが僕自身できるんです。6月14日からイギリスのレディング市でヨーロッパ8カ国が参加してのクラブチーム対抗戦が行われることになった。フランス代表として吉田総監督率いるパリ・ユニベルシテクラブが選ばれた。公式戦第1戦を勝利で飾りたい。吉田総監督の思いを乗せて一路イギリスへ向かった。野球に勝つための方法ですか？そうですね、それは監督の采配にかかっていると思います。監督が良い指図をしてくれれば、選手は自分の役割を守ってプレーに集中できるし、それが結果として監督に応えていくことができます。勝利につながるのは監督の采配です。できる限りの練習はした。あとは試合に臨むだけ。未知の対戦相手に思いを巡らしながらも、野球談義に花の咲くのどかな船旅であった。あ、僕が投げるのは2種類の速球と、そしてカーブ、フォークボール、そしてチェンジアップなど5、6種類の球を投げます。ストレートの速さはだいたい時速85マイル、そう、およそ130キロくらいではないでしょうか。三振を取るときは速いストレートを投げます。速いストレートが僕の一番得意なボールなんです。選手権試合の行われるイギリスレディング市に到着。吉田総監督、そして選手の胸の内に試合への静かな闘志が燃え始めていた。そうですね、僕自身はヒットを狙うタイプだと思ってます。どんな球が来てもヒットが打てます。今年に入っての打率は5割6分5人です。自分のチームが勝つために貢献をしたいですね。
自分自身としてはとにかく試合で燃焼したいと思っているんです。公式戦第1戦の相手はユーゴスラビアのクラブチームに決まった。吉田総監督と選手たちはゲーム前の緊張を軽いトスバッティングでほぐした。そしていよいよプレーボール。多少緊張しますがね、まあ、しかし何度も言ってるようですけども、もう野球には変わりないんですからね、もう国境がないですね、言葉が通じなくても何か手真似で通じると思いますね、序盤から打線が爆発した。相手投手を打ち砕けるかとの吉田総監督の心配は理由に終わった。エースもよく頑張った。終わってみれば20対3の楽勝に、吉田総監督の顔もほころんだ。監督就任初勝利おめでとうございます。いやいやいや、そんなことはないですけどもね、予想通りですね。今日20点取りまして3点取られましたね。今日は3番4番5番が非常によく打ちましてね、それと1番のアンドレっていうのが非常にいいリードオフマンしまして、まあ相手がちょっと弱かったですけどもね、行く行くはですね、バルセロナのオリンピック、はい、この感触をつかんだというところまでは行ってません。いやいやいや、まあハードルがいくつもありますねこりゃ まあ不可能という言葉がないということをフランスではナポレオンが言ってますから、やはりそれに挑戦するということじゃないでしょうかね、はい。